大分市長寿福祉課からお知らせです。最近つまずきやすくなった、階段がつらい、食欲が湧かず元気が出ない、むせやすくなった、そのような症状でお困りの方はいらっしゃいませんか？今回そのような方に向けて大分市が開催しているパワーアップ教室についてご紹介します。パワーアップ教室では、運動や講話を通して生活の中で取り組める介護予防の知識や正しい運動方法などを学び実践しています。運動、栄養、航空の専門職が利用者一人一人に合った目標やプログラムを一緒に考えてサポートし、短期間で運動機能や体力の向上を目指します。また必要な方にはリハビリ専門職がご自宅を訪問し、家の中で体の動かし方の指導や生活しやすい環境づくりなど、利用者の生活に応じた提案を行います。適切な動作方法を学び、環境を整えることで今までできなかったことやできにくかったことができるようになることを支援します。それではパワーアップ教室の概要についてご紹介します。教室は週に1回2時間程度で、期間は3ヶ月間です。お住まいの地域包括支援センターの県域ごとに利用できる事業所が決まっていて、近隣の公民館や医療機関で開催しています。費用は月額500円です。希望の方には無料送迎もあります。対象は要支援1、2の方、または介護認定を受けておらず生活に支障が出てきた方で、事業対象者のチェックリストに該当する方です。ただし要介護の方やデイサービスなど他に通所しているところがある場合は利用できないことがありますので、ご注意ください。続いてパワーアップ教室の内容についてご紹介します。教室ではストレッチやバランス運動、それにメジロン元気アップ体操などを取り入れた運動機能向上プログラムや、口腔機能向上、口腔体操、唾液腺マッサージなどに関する指導を行う口腔機能向上プログラムを実施します。また栄養バランスや食品の選び方、簡単調理法などに関する指導を行う栄養改善プログラムのほか、膝の痛みや腰痛、認知症や閉じこもり、うつなどの予防に関する支援を行うプログラムと幅広く学ぶことができます。では実際に教室利用の流れについてご案内します。まずは最寄りの地域包括支援センターに利用申し込みの連絡をしてください。次に地域包括支援センターの担当者や教室のスタッフと一緒に、日常での困りごとなどに合わせて生活の中での目標を立てます。そして教室の利用開始です。教室ではリハビリ専門職などが利用者一人一人の目標に沿ってサポートし、短期間で集中的に運動機能や体力の向上を目指します。教室は週1回なので、教室がない日も自主的なトレーニングで目標達成に向けて取り組みます。教室は3ヶ月で卒業です。目標達成の状況によっては、ご本人の希望を聞きながらさらに3ヶ月間教室を継続する場合もあります。これまでの教室利用者からの声をご紹介します。階段や坂道をもう少し楽に上がれるようになりたいと教室に参加した方は、卒業するときには両足の筋力が向上し、軽く走れるようになったり、階段の上り下りが楽になったりと体の変化を実感されています。また自分の足で歩いて通院できることを目標にしていた方は、卒業するときには膝の痛みが緩和して、シニアカー移動だった通院が現在では杖歩行でできるようになったそうです。その他にも、これまで家事全般を奥さんに頼っていた男性は、教室への参加で家事に対する意識の変化があり、現在では私生活での活動量が増え、奥さんと一緒に家事をするようになりました。このように教室に参加した利用者からは、目標に向かって頑張ることで身体機能や意識の変化から充実した生活を送れているとの声が多数届いています。パワーアップ教室は随時参加者を募集していて、60代から90代まで、
幅広い年代の方が参加しています。諦めていたこと、やりたかったことを始める準備として、また現在継続していることにさらに力を注ぐため、心身の変化を目指し、ぜひパワーアップ教室をご利用ください。お申し込みやお問い合わせは、お住まいの地区の地域包括支援センター、または大分市長寿福祉課までご連絡ください。